さあ、こちら。これはちょっと、笑われへんで。いやいや。えー、自治体で、えー、使用されていたパソコンの中に、えー、名作18禁ゲーム。<laughs> 仕事用のパソコンで何しとんねんっていう話題。<laughs> こんなんあれやな。処分するときとかに初期化しないのかなって。これね。えー、自治体で。 使用されていたパソコンから、えー、18禁ゲームが見つかって、えーまあ、SNS 上で大きな注目を集めていると前の持ち主さんは某自治体らしく色々と入ったままですとこれがびっくりすんねんって色々と入ってるっていうのがね初期化しないんやみたいな中でも特使すべきは同級生つ仕事のパソコンで何しとんねん っていうようよ、ね、まあこれまあ自治体からの払い下げのパソコンとかっていうのは一定数存在すると思うんですけど普通はねあの初期化するはずやね初期化まずはねあの個人情報とかかなりの確率で入ってる可能性あるから初期化ちなみにねえっと 金融機関やな金融機関なんかの場合やったらえー、まあ僕もね過去にえー、まあ見た見たっていうかね、えー、その場でえー、会ったことがあったのがえー、会社行ったらあの呼ばれんねんな,な何んつかって言ったら「浅井さん会社のパソコンで何見てるんですか?」みたいな。<laughs> あいネットにね、当時まだあの、インターネットっても ADSL やから、あの、線繋いでインターネットしてた見てねんけどね。邪悪さいからあの、そのまま会社のパソコン使ってたら、あの、何を見てるんですかって言って、あの、履歴やな、パソコンの使用履歴っていうのを目の前に出されるわけやねこ怖っ でね、えー、違う会社の時はね、違う会社の時は、あの、なんでかね、保険会社って、あの、パソコンを、あの、会社から使わせようとするパソコンがあんねやんか。どこの会社も。で、会社からもらってるパソコンね。もうあの、ジャンクさいから、あの、会社のパソコンって基本使えへんねやんか。けどね、あの、営業所。 営業所の中であのー、まあまあそのパソコン使わないと当時でいう、まあ、設計書三つ書が作られへんからその時はしゃあないからそのパソコン使うんやで使うねんけど、えー、個人情報を扱うわけやねんなその三つ書を作る時に設計書って言い方で大体どこの会社か分かると思うんやけど設計書を作る時にのみ 会社のサーバーにつなぐんやけど、んだから、あのー、その人の、その人の個人情報が、実はすべて見ることができるね例えば、名前、住所、生年月日、電話番号、職業、さらに病歴まで全部見れたことがあったで。で、その代わり、その会社のパソコンは、あのー、 持ち出しがすごく制限されんねんな。さ、さやろ。万が一落としたりとかしたときとかね。鞄に置き忘れたりしたときに、あの、その人の、まあ、お客さんの個人情報が全部出るわけやから。う、は、ん、あ。で、まあ、こっからぼかさなあかんねんけど。金融庁やな。 あの、保険会社は金融庁の管轄なんですけど、金融庁の捜査が過去に2回あったのかな ?2 回あった時は、金融庁っていうのはね、えー、怖い。正直ね、金融庁怖いで、もうね、裏、裏を取ってから来るっていう言い方になるのかなだから、営業所が30人ぐらいおっても、もうね、 あのもう行かれる人って前もっても裏が取られてんねんなでえー、まあ朝来たらえ物、ー、々しい人が56人かなんか来ててでカバンの中全員全部開けられてねカバンの中でさらにやで 財布の中まで開けられるねん。財布の中まで開けられて、で、さらに、疑われてる人やな。疑われてる人って、車のトランクとか、車のトランクとか、家まで行ったらしいで。家まで。<laughs> で、家まで行って、で、結局ね、翌日、 朝礼で、めったに朝礼制限返されてんけど、朝礼があって、えー、何々さんは、昨日、ああ、普通じゃない光景見たと思いますけど、何々さん、昨日もって、あの、退職されました、みたいな。<laughs> 退職、はい、されました。んで、あと、2回目はね、あれは抜き打ちやったと思うけどな、 朝、あの、たまたまやけど、電車で、電車で会社行ってた。だってこれでわかんねえけどな、どこの会社が。電車で会社行ってるときに、携帯電話にショットメールが来んねんな、当時スマートフォン、そんな出回ってない頃やから。ショットメールが来て、緊急って書いてあって、ショットメールで。本日、金融庁の調査あり。金融庁の調査ありって、 あの、メールが来て。で、僕からやな。さらに7人ぐらい。僕から7人ぐらいに、今日金融庁の調査あるらしいんで、あの、疑わしいもんは持ってくるな。もしくは、えっとね、一人、ないしは二人やな。名指しで二人は、今日は病気やからっていうことで休め。<laughs> 言えるギリギリやでこれ病気やからっていうことで「休め!で」で会社行ったら案の定やっぱり5人ぐらい来てはってでがっつり調べてはんねん。で「休め!」っていうやつが2人「なんで今日休みなんですか?あ」。お前聞かれんねんな。管理してるから「なんで休みやねん」って言われたら。 いや、あなんかね、今日は調子が悪いって、昨日から聞いてましたんで、それで休んでるんやろうと思います。予定も特に入ってなかったみたいなんで。で、その時はね、実は何人もなかった何人もなかったその時はなかったんけど、えー、1ヶ月か2ヶ月ぐらい経った後かな。1ヶ月か2ヶ月ぐらい経った後、あのね、新聞で、 新聞で、保険商品やな。その保険商品が、あの、脱税。要は、あの、節税対策っていう名目で、あれね、生命保険とかは、税金対策で保険入るのあかんねんで。一 <laughs> 応念の別め言うだけど、あの、税金対策で保険入るのあかんねんけど、それがね、疑わしい商品が、疑わしい商品がある。 で、その会社のこの商品が疑わしい商品やいうことで、えー、名前が出たことあるな、うん。この商品を、保険の商品ってね、基本的にあのフォーマットが決まってるもんやねんけどあの、うまく使えばね、税金が安くなる人おるねんな。で、それを、あー セールストークとしてお客さんのとこで言ってるって、セールストークでお客さんのとこで言ってるっていうことが、結局、まあ言うとあれけど、えー、まあ税理士やとかね、税理士やとか、あの辺のところから流れてきて、で、調査が入った後、その商品が、あ販売中止 <laughs> こ。業界の人だって分からんぜどこの会社か。 発売中止。で、休んだ二人は、休んだ二人はそんな賢いやつじゃないやん。節税がどうとかっていうタイプじゃなかったんけど、結論から言ったら、あの、別、別件別件で、えー、やっぱり問題があって、ちょっともう休め。<laughs> とりあえず休め。みたいなことがあったりすんのよ。で、公共やな、これ。公務員って、 大丈夫なんて思うときはあるな。ある。どことは言えへんけどね、あのー、一年以内ぐらいに、一年以内ぐらいに、あのー、ある役所にね、やっぱりちょっとこれおかしくないっていうことで、えー、言ったことがあるな。待ったんじゃないで。あのー、もうその、 トップの東京の霞ヶ崎にあるところに電話して言ったことあるわちょっと調べろって言ってちょっとおかしいぞおいみたいな、うん、結果は別に報告はいらんからとりあえず調べろってやったことはある公務員って基本的にあのー、まあ守秘義務やな職業,職業上知り得たことをまあ口外する行為とか で仕事に必要ないのに仕事に関係ないことで、えー、個人情報を勝手に使ったりすることはあのかく固く, <laughs> 固くあ禁止されてるはずやねんけどなっていうそんなとこですかはいまあこんなパソコンにやであの個人情報が入ってるって言うたらもう笑われへんでって言っとこか。